Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm set. ということでですね、本日はこちら木更津アウトレットにやってきました。バッグを買いに探しに、もう僕ずっとあのバッグを探してるんですけど、なかなかいいのがなくてですね、今回はこちらの木更津アウトレットに来ました。とりあえず最初についてお腹空いたんで、まずは腹ごしらえからしていこうかと思います。こちらのねアロハキッチンというのを車で見つけたんで、これから食べに行こうかなと思ってます。なんかすごい雰囲気良さそうなんで、ハワイを感じてきます。行ってきます。甘辛ソースだね。めっちゃでかい。ふわふわ。はい、ごちそうさまでした。とても美味しかったです。外出てきたらめちゃめちゃ曇ってる。それじゃあね、これからバッグを探しに行こうと思います。行ってきます。はい、今ねアーバンリサーチで白い T シャツとサマーニットね購入しました。なかなか安く買えたんじゃないかなと思います。
今ね、ビームスで、結局キャメルのバッグ購入しました。こちらです。でセブンイレブンで、プロテインも入れたところでもう少し回っていこうかなと思います。アウトレットのねショッピングっていうのはもうほぼね有酸素運動みたいなもんですよね。結構歩く。はい、今回購入したバッグこちら、はい、ビームスで購入しました。一応本革のレザーとなってます。値段が2万円ぐらいですね。そんな高くないですね。お客様のこれ美味しい。今日はチンジャオロースコーデですね。どうした。